こんにちは、久保優斗です。今日は先日僕が大損してしまったことによって、サラちゃんに助けてもらったんですけど、これからですね、サラちゃんを苦労させてしまうと。で、サラちゃんが今のこの現実というか、節約生活がこれからスタートすることとか、どれだけ分かってくれてるかっていうのを、確認して家族会議をしていきたいと思います。サラです。まずサラちゃんにはですね、久保家にはいくら毎月かかってるのかっていうのを今日はお話しして、今後節約生活をですねできるかっていうのも会議していきたいと思います。ということで今日は紙にまとめてきました。まず生活するためには家賃っていうのが必要です。でも引っ越すでしょ。なんだけど現状今かかってるお金、ただすぐにはその引っ越せないから1ヶ月間はかかっちゃうわけ。この家賃が、34万円なんです。普通へえって感じ。次駐車場代、うちの場合は車が、2台あって、サラちゃんが移動する車ベルファイアが1台とフェラーリが1台、だから毎月、駐車場代が、8万5000円かかってます。次はその車を乗るにあたって保険に入らなくちゃいけないので、その保険料がフェラーリの方が約5万円、ベルファイアの方が2万5千円、合計で7万5千円かかってます。次はですね、水道ガス光熱費、ここはオール電化なのでガス代はかからなくて、ただいやその代わり電気代がかかる、要は電気でお風呂を沸かしたりとかお湯を出したりとかする。電気代が約1万円、水道代が1ヶ月3500円かかってます。で次に終身保険、分かる終身保険、死んだらいくらってやつ。あ、そう、あ、よく知ってるね。身が終わるってことでしょ。身が終わったらもらえるもの。まあそう、ただ積み立てになってるから、今死んでもダメ。大丈夫だよ、今死んでも降りるし、満期になってもお金がもらえる。それが大体約3万円払ってるの、毎月。次に、ペットの養育費は大体3万円かかってます、餌とかおやつとか、服とかね、そう、服とか、あとは、税理士のその顧問料っていうのが毎月3万3千円。厚生年金とか社会保険料は持ってる法人の方で払ってるから個人では払ってないんだけど、あとは食費、交際費、あとはさらちゃんの美容室代とか、ラストで今のところ現状かかるのは61万6500円は何もしなくてもそれだけかかると。じゃあ家住まなくなったら30万円減るってこと。しかも駐車場も払わなくていいかったら8万円減るじゃん。38万円減るじゃん。イエーイ。いやでもそういう単純なものじゃないけど、さらちゃんだって移動とかどうするの。そっか、電車乗れないでしょ。じゃあ1個だけフェラーリだけ売ってとりあえず節約する。うん、じゃあ、さらちゃんはさ、じゃあ自分に対する、生活費ってのはいくらぐらいかかると思う。さら的には別に10万円ぐらいあれば足りる気がする。いや10万円って多分サラちゃんが髪の毛3日に1回洗うお金で飛んじゃうよ。確かに。じゃあ計算してみよう。まず髪の毛1回行くのに7000円。でもほらいつもたまにいいとなんかトリートメントみたいな感じで1万2000円ぐらいかかってる。でもそれはじゃあ節約でいかない。普通に7000円のシャンプーとブローとトリートメントかける3日に1回ぐらいだから1週間に3回だとして1ヶ月に12日じゃあ7000かける12は84,060円。なんで84,060円だったの。まあ84,000ぐらいってこと。あとサラ何使う。サラって意外にお金使ってないか。クラブ行ったりなんか、確かにビップでバーってやる。今までいくら使ってたの。飲み代に1ヶ月5万円ぐらい。え、それ1回ビップもいけないよ、それじゃん。あとメイク道具とかそういうのに本当は買いたいけどでも我慢するか買わない。ずっとは無理だけど毎月なんかさ届くやつとかいろいろあるじゃん。この1ヶ月っていうか最初のお金ない時は我慢。まああとビタミン点滴はしたいかな。1回13,500円だから。で何回やるの。いやもう節約で1回でいい。あと髪染めないと。髪を染めるの3万円ぐらいでしょ。あとやっぱりご飯に行ったりとか。あ、それこそ交際費っていうやつでしょ。2万円ぐらい。絶対嘘でしょ、さらちゃん。1回ディナー行ったらさらちゃんいつも2万円使ってるじゃん。使うけど、これは節約だから。人生初の節約生活だよ。張り切るよ。だからちょっと。だってさらちゃん1ヶ月で200万円ぐらいでしょ。
それ海外行った時だよ。普通の時は普通そんな使わないから大丈夫。じゃあ何始まりません。足す5万円足す2万円足す13,500円足す3万円足す2万円217,500円です。で足りる気がする。でもこれだとさ最低でもこの217,500円だと今のさやつだったら絶対 100% やっていけないよ。へえ。じゃあ美容室をトリートメントなくしてシャンプーブローだけにすれば4,000円ぐらいだよ1回。ってことはかける12で4万8000円で足りる。そしたらほら引き算してみて18万3000円。お減った。あとこの5万円なんだっけ飲み代。じゃあ飲み代は3万円にしようかな。16万3500円。美容室は絶対引けないし、この2万円なんだっけ美容の サプリメントとか。あそっか、サプリメントはもう譲れないもん。まあとにかくサラはこれくらいかな、使うとしても。ってなるとどれくらいバイトしなきゃいけなくなるってこと。どれくらいバイトってどういうこと。16万円稼ぐには。16万円アルバイトで稼ぐとしたらもう週5、6の結構割とフル出勤よ。16万3500円を稼ごだからサラもバイト頑張る。サラちゃんバイトできんの。できる。面接行く。高収入がいいけど。いくら多分高収入っつっても多分1200円、1400円ぐらいじゃないか。でも一応 YouTuber やってるんでちょっと高収入でお願いしますって言えば大丈夫じゃん。そういう問題。で久保ちゃんはいくらパン生活費。そんなにお金いつも使わない人だから、まあ、僕はもうお金使わずにひたすら仕事のみでサラちゃんを幸せにするため。なんか胃が痛くなってきた。えいや16万円って何時間働いたらいいのかなと思って今胃が。ちょっとじゃあ YouTuber だからって言ってちょっと高くしてもらったとして2000円で雇ってもらおう。2000円で雇ってくれるとこないよ。1600円。単純に16万円でしょ。1600円でしょ。かける100時間。24時間が何個あったら100なの。4個ぐらい、うん、簡単じゃない。あとあれだね、食費。食費1ヶ月に5万円ぐらいで抑えたい。え絶対無理でしょ。1日いくらってこと。そしたら5万円割る30。1666円。1666円。無理だよ。いけそうじゃない。いけそうじゃない。絶対それは足りないと思う。サラちゃん足りる。だってフルグラ食べてればいいじゃん。いやサラちゃん僕一応アスリートなんだ。そんなの野菜食べてればいい。かじ人参かじってればいいじゃん。人参とお肉食べてればいいんじゃない。お肉で1600円。え全然足りるんじゃない。じゃあ節約してみてどれぐらいで作れるかってちょっとやってみて。いいよ節約料理。